株式会社クリーンバブル研究所です。マイクロバブルの研究を中心に行っています。それで今回ご紹介いたしますのはオゾンを使ったマイクロナノバブルです。一般に泡というのは非常分離してポンと破裂しますが、髪の毛の2分の1ぐらいの大きさを作ってやると泡はどんどん自分から小さくなって圧力を増します。例えば0.1 ミクロン100ナノメーターぐらいになりますと中の圧力が30気圧になりますので、それが壁面にぶつかるとエネルギーを持ってボンと破裂する。それによって壁面についているそういうゴミとか油が剥ぎ取られます。そういう性質を持っています。それにさらに泡にオゾンを入れてやるとですね、殺菌効果が出ますので、それによって我々が今研究開発しているカット野菜の殺菌を行うことができるわけです。で、今カット野菜っていうのは次亜塩素酸という薬剤を使ってますので、オゾンにしてやるとですね、すぐ酸素に変換しますので安心安全なものが作れるわけです。先端のノズルは特許を取得しております。タービンという、羽のいっぱいついてて1年間こう動かしたものにこびりついている、そういう油汚れも水だけで油を取り除くことができます。非常によく落ちるということで現在は台湾などにも輸出しております。今後はですね、オゾンを使った殺菌システムで例えば医療機器、などの殺菌は今、薬剤を使ってますがなかなか落ちないんですけど、オゾンを使うと速やかに殺菌が可能です。さらにはですね、今一番力を入れているのはカット野菜ですね。カット野菜薬剤使っているので、その薬剤を使わないで殺菌が可能だということで、そちらの方に力を入れていきたいと思っております。安心安全をモットーに、研究開発を進めたいと思います。